こんにちは、クロードです。今回は僕の冬の1週間コーデを撮ってきて、きっちり7日分撮ってきたので、まあいつもみたいにスタイリングを見ながらこう1個ずつ解説していけたらいいなと思います。ということで早速最初のコーディネートから見ていきます。1コーデ目どうぞ。はい、1コーデ目はこんな感じです。今シーズン買ったアワーレガシーとアルマーニのコートになります。これ色味ちょっと分かりづらいんですけど、ダークグレーみたいな色になってます。で、まあちょっと上があのチンストラップになってて、モコモコがついてます。こんな感じで、で、ここは取り外し、ストラップは取り外し可能かな。で、まあちょっとウールのタイプのコートになってて、まあスーパーロングっていうよりかはまあレギュラーな丈感って感じですね。で、インナーはサンフラワーの今シーズンのニットですね。 AW のアイテムで、あのこの後も出てくるんですけど、僕白と黒の2色買いしてます。靴が CT70 で、日本だともしかしたら取り扱いがないモデルかもしれないんですけど、あの前回パリ行った時に買って、まあ靴のヒールの部分に黒いあのパッチみたいなのついてて、それが CT70 のポイントみたいな感じですね。で、パンツがまあ結構動画でも着てるディーゼルのブラックデニムのワイドなやつで、まあダメージがちょっとフェイクで入ってて、後ろのパッチがこんな感じで、まあ、ウォッシュの加減がすごい好きで、まあ、少しグレーっぽい感じなんで、オールブラックのコーデに合わせやすくていつも着てます。全体の雰囲気はこんな感じですね。はい、ということで2日目いきます。はい、2日目です。2日目はこういう感じのスタイリングになっていまして、まあ僕の中で結構珍しいスカーフをマフラーみたいな感じにしたコーディネートですね。ちょっと海外とかだと最近よく見かけるスタイルかもしれないですね。で、コートは3スタイルでも紹介したルメールのラップコートですね。定番のコートだと思います。で、スカーフがアクネのアイテムで、多分これも定番だと思うんですよね。毎シーズンこの色はあるような気がします。緑とちょっと白とかいろんなミックスされてるやつで、インナーはアワレガシーのモヘアカーディガンで、これももう何年も着てるアイテムですね。今のとちょっと形が違うんですよね、昔のやつなんで。で、これパンツがストロング004のアイテムになっていまして、スウェットパンツですね。スウェットパンツなんですけど、まあ、ボタンとジップがついてて、まあ、スラックスの形をそのままスウェットパンツにしたみたいな、ちょっとミックスハイブリッドみたいな感じになってて、まあ、パターンとかこのラインとかシームが面白いアイテムです。で、ラップコートはもう上までこう全部締めてあげるのもかっこいいし、まあ、開けても全然かっこいいですね。上まで締めると本当自分を全部包み込んでくれるみたいなシルエットになります。で、僕は基本オールブラックが好きなんですけど、まあ、差し色でちょっとスカーフと、GH バースのツートンローファー入れて、まあ、ちょっと抜け感で、パンツはスウェットパンツにしています。なかなかこういうコートとスウェットパンツとかってこう合わせたことなかったけど、なんかちょっと面白いかなと思ってこういうスタイリングしてみました。差し色で緑のマフラーいいっすね。ということで次。はい、ということで3日目はちょっとシティボーイみたいなのをイメージした、渋谷っぽい感じをイメージしたスタイリングです。ちょっと音楽を聴きながらなんですけど、まあアイテム上から説明していくと、まあニューヨークヤンキースキャップとモマの、あ違う、ニューエラーとモマのコラボのキャップになってて、アウターがコーナーストーンのアウターで、今季のやつかな、サレンで買って、パンツもコーナーストーンです。これもサレンのやつで、靴がこれ一回ストップで、靴があのサロモンなんですけど、サロモン何足か持ってるんですけど、これはサロモンとザ・ブロークンアームっていうパリにある超おしゃれなセレクトショップで、まあここをパリ行ったらもう絶対ここだよねみたいなセレクトショップが1個あって、まあ毎回そこの近くに泊まるんですけど、まあそこのコラボのサロモンですね。上下ともコーナーストーンで、まあセットアップではないんですけど、まあブランド
上下なんで、まあ相性はいいかなっていう感じで、ちょっとストリートなんだけどどっかこうシティボーイみたいな。でインナーはストゥーシーの定番のスウェットですね、グレー入れてて、でこれ背中がちょっと開いてるんで中のインナーの色がちょっと見せれるっていうのがポイントかな。でキャップにヘッドホンでこういう感じで、はい、ということで3日目はこんな感じです。次、はい、ということで4日目はリトルダーリンコーヒーに行ってきて、まあ、昔もあの Vlog に載せたことあるんですけど、ここすごいお気に入りのコーヒー屋さんなんで、ぜひよかったら行ってください。ということでアイテムの説明なんですけど、上から行くと、まあ、この辺で1回ストップで、上からスタイリング説明すると、上はドリスバンノッテンのワークウェアコートっていうアイテムで、まあ、ちょっとハーフコートみたいなデザインシルエットになってて、まあここにモヘアというか、なんかこう毛足の長い素材とウールがミックスされたようなアイテムで、まあ、スリースタイルの時はもっと違うスタイリングでシルエット組んでたんですけど、今回はちょっとレギュラーフィットのデニムと合わせてスタイリングしてみました。で足元は定番の黒サンバですね、アイダスです。僕はちょっとなんかモヘアっていうか、なんて言うんだろうね、なんかすごいツルツルした素材で、でまあサングラスはいつも通りのジュリアスタートオプティカルで、これここら辺でちょっと一回またストップで、でアクセサリー今日リングつけてるんですけど、このリングは今年のどっかのタイミングで出るストロングの新作リングですね、ファントムっていう名前で、半年ぐらいかけて僕ともう一人浩平くんっていう新しいデザイン、ジュエリーデザイナーの人がいるんですけど、その人とちょっと僕の欲しいリングを一から作ってもらって、完成しました。いろんな意味をちょっと込めて作ってるアイテムなので、まあ、また販売の時期が来たら詳しく説明します。でこれアウターの中はこれもアワレガシーですね、アワレガシーのイブニングポロっていうやつで、定番で毎シーズン出てる、まあ、カーディガンポロシャツ間みたいな感じのアイテムで、すごい使い回しがいっぱいできるんでおすすめです。でデニムが OUAT のデニムですね、これも前回の1週間コーデも履いてたやつで、まあ、ワイドすぎず細すぎないみたいな感じですごい使いやすいデニムだと思ってます。僕はこれ黒も持ってて、ナイロンのパンツの方も持ってます。なんで OUAT のパンツはすごい好きでいろいろ買ってます。まあドリスバンノッテンなんでちょっとブルーデニムとかともいいかなと思ってデニムと合わせてみたりしました。前回はオールブラックでコーデ組んだんですけど、まあデニムもいいですね。はい、という感じで4日目はこんな感じでした。次、はい、次は5日目ですね。5日目は、動画で着るのは久しぶりになるかな、アワーレガシーのリバーシブルのバーシティジャケットで、これも3スタイルで昔紹介してもうお気に入りでむちゃくちゃ着てます。毎年の冬着てますね。これレザーとちょっとウールっぽいのがドッキングになってて、肩から袖がレザーになってて、こっちがまたスウェードっぽいデザインみたいなものですね。でこの首の部分もレザーで、裏返すとスウェードみたいな、結構面白い。これまた出してもいいのになって思ったりします。ローズが今年買ったのはこれの多分素材違いのアイテムですね。でサングラスはジュリアスの黒の方ですね。でこの耳につけてる小さい金のフープは最近買ったバレンタインっていうブランドのアイテムで、僕らストロングのロータスっていうネックレスとベインっていうイヤーカフを作ってくれたジュエリーデザイナーさんのブランドです。なんでよかったらチェックしてみてください。でこっちのダイヤの方は、このファントムを作ってくれたジュエリーデザインの人にわがまま言って作ってもらったやつですね。小指がこれオクティのリングでサレンで買ったやつで、中指が、まだ未発売ですけど今後出るリングです。50個限定のリングですね。結構自分的にはお気に入りです。
で、パンツがコーナーストーンのパンツで、コーナーストーンとサレンの別注のアイテムで、このブラックのこの形っていうのはサレンでしか取り扱ってないやつで、速攻買いました。で、靴はちょっと一回ここでストップで、靴はこれロアハイキングっていうブランドのアイテムになってて、これはスラムジャムっていうミラノかなのセレクトショップで買ったやつで、ロアハイキングのカタリナっていう形で、まあハイキングシューズなんですけど、まあヨーロッパのちょっとテック系のアイテムで、まあサロモンとかもとなんか似たような並びなんですけど、結構アウトソールごつくて気に入ってます。で、これ一応アウターリバーシブルなんですけど、僕はいつもこのこっちサイドでしか着てないですね。で、インナーが今日僕が着てるのと一緒なんですけど、ニットっていうブランドのアイテムで、この左腕と胴のところがこうちゃんと手閉じるとハートになるっていう、すごいユニークなニットになってます。発音的にはんニットですね。んから始まるニットです。で、僕はグレーネイビーの色を選んだんですけど、あとはクリームと赤みたいな色もあった気がします。で、ちょっと全体的にはトーンを統一しつつ、まあ、ブラック基調で、まあ、グレーミックスみたいな、まあ、スウェードレザーニットコットンテック系シューズみたいな感じで、まあ、いい素材でいろいろ遊んでるみたいな感じのスタイリングにしてますっていう感じで、5日目はこんな感じでした。ということで、次6日目はセリーヌのテディジャケットを着てますね。まあ、バーシティジャケットです。昨日に引き続き僕は結構バーシティが好きで、まあ、毎シーズンバーシティなんかしら買ってるかな。で、ここら辺がちょっと合皮なのかな、レザーみたいなホワイトのウールじゃない素材になってて、まあ、その辺がちょっといいな、ちょっとウェスタンな作りが個人的には気に入ってます。ちょっとでも最近鍛えすぎて若干サイズが怪しいですね。はい。で、インナーは初日でも着てたサンフラワーのニットの黒の方ですね。ちょっとなんかモコモコっぽいつるっとした素材というかはモコモコしたテクスチャーのニットです。で、ベルトはアワレガシーの定番のベルトになってます。2センチベルトみたいな名前のやつで、多分幅が2センチのベルトですね。僕は多分80センチってやつを買ってます。で、ちょっとここが切り返しになってて、まあ歩くとここちょっと広がるみたいなパターンにしております。はい。で、靴がクラークスのワラビーになってて、ワラビーの中でもレザーのワラビーになってます。ワラビーなのにレザーなところが結構なんか僕的にはイケてるなと思って、最近はむっちゃくちゃ履いてます。で、まあ結構このコーデもシンプル系というかオールブラック基調で、まあセリーヌのアウター主役みたいな感じにしてて、まあこのパンツのもうたまり感が結構好きで、気に入って履いてます。はい。ということで6日目はこんな感じです。はい。じゃあ次。はい。ということで7日目最終日ですね。最終日はこれサレンの前なんですけど、バイクコーデを意識したコーディネートにしてみました。ヘルメットをよく聞かれるんですけど、アマゾンで3000円ぐらいで買ったヘルメットです。多分普通にハンヘルというかダックテールみたいな名前だったかな、みたいなやつなんで、よかったら探してみてください。マットブラックを選んでます。はい。ということで、スタイリングちょっとこの辺りで早速ストップで。はい。ということで、アウターがこれカーディガンをアウターにしてるんですけど、アワーレガシのモヘアカーディガンですね。なんかグリーンというかブラウンというかみたいなミックスのアウターになっておりまして、インナーにはアビレックスの 80s のヴィンテージジャケット、レザージャケット着てて、以前にもこのスタイリングやったことあります。スリースタイルで渋谷でね、颯爽と歩いてるやつなんですけど、まあ、よかったらそっちのスタイリングを見てください。で、これパンツがストロングのサンプルなんですけど、今デザインしてる最強にシルエットのいいスラックスっていうのをデザインしておりまして、まあ、定番スラックスっぽい感じの位置づけで今作ってるんですけど、そういうのはサンプルになります。
なんでいつもよりそんなにデザインが飛びまくってるわけじゃなくて、まあ本当に一生着れるすごく形のいいスラックスっていうものを僕は内の解釈でデザインしております。これまだサンプルなんで少しだけ修正はあるんですけど、今年のどっかのタイミングで世の中に出ると思います。価格もすごいリーズナブルにしようと思っているので、よかったら見てください。で、足元がアディダスとウェールズボナーのサンバですね。もうこれは去年のベストバイでも紹介して、もう超気に入ってます。で、ちょっと一瞬ここでストップで、このサングラスがタトゥースタジオ山田兼おもしいチャンネルのレンとブナからいただいたあのサングラスで、セーフティーグラスっていう名前なのかな。僕が選んだのはあのグリーンのあのアイテム、グリーンのサングラスで、すごいなんかレンズの濃さが結構ちょうどよくて、外だともちろんいけるし室内でもいけるみたいなやつで、すごい使いやすいなと思って、これ動画で喋ったかわかんないんですけど、いつもバイクの運転中とかつけるグローブはランプグローブスっていうところで、多分まあ結構人気なあのバイクグローブのとこかなっていうのショーティーっていうやつですね。僕が一番短い手首が出てるタイプのショーティーってやつで、すごい気に入ってます。半袖とかの時が一番個人的にはかっこいいなと思ってて、でこれアマレガシーのカーディガンで、もうボタンがエルちゃんに噛まれてもう全部ボロボロなんですけど、レザージャケットの上にカーディガンを羽織ってて、まあ、ちょっとカーディガンの使い回しというか、まあ、スタイリングのなんかこう提案みたいな感じで、カーディガンって結構インナーとして着ることは多いけどアウターでもいいよねみたいな感じでスタイリングしてます。で全然このレザージャケット開けてもいいんだけど、ちょっとさすがに寒いんで上からカーディガン羽織って持ってます。このなんかヴィンテージ感がすごい好きです。なんかディーゼルとかも最近こういうね、ちょっと朽ちてる汗、色あせたデザインみたいなのやってるんですけど、僕のはリアル色あせなんで。で靴がアイダスサンバですね。これはもう去年の多分いろいろファッショニスタたちがこぞって買ったアイテムなんじゃないかなと思います。でちょっとカーディガン開けできるとこんな感じで、このパンツの形めっちゃ良くないですか。ちょっとなんか足元でワンクッションたまるものが作りたくて、いろいろトライアンドエラー繰り返して、あのまだサンプルなんですけど、あのちょっと理想の形に、ほぼ原型はこんな感じになると思います。生地とかはちょっと変わるんですけど、でアクセサリーはあの昔ロンドンで買ったアンティークリングとファントムですね。これはバレンタインと浩平君に作ってもらったブラウンダイヤとあの純金の、ピアスになっていまして、ブラウンダイヤが浩平君がなんかこういいよって言ってくれて、まあ、石言葉がカリスマ性みたいな感じだったんで、あのモーガンさんいいと思いますっていうことであの選びました。はい、という感じで全体的なシルエットはこんな感じですね。この日のコーデも結構好みです。ね、このグローブも9800円ぐらいかな当時なんで、まあ、よかったらバイク乗りの人は見てみてください。はい、ということで7日目最終日はこんな感じでした。はい、ということで冬の1週間コーデだったんですけど、まあ、今ちょうどもうめちゃめちゃ寒い季節なので、まあちょっとスタイリングとかコーディネートの参考とかアイテムの参考にしてもらえたらなと思います。また多分春も夏も秋も冬も今年もやっていくと思うんで、そっちも楽しみに待っててもらえると嬉しいです。ということで最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。 Hypnotize me like a cobra. Girl, you're charming. I caught you like pneumonia in my lungs. Fascinated by your figure. I get drowsy. Fingers on the trigger.